あれ先生行うの？はい、先生は。工藤祐介さん。はい。はい、同じく斉藤大輔さん。はい。はい、です。で、オーストラリアのアデレードの方に行ってます。大町美希さん。はい。はい、の方に研修に行っております。高橋彩音さん。はい。はい、同じく2年、晴山うららさん。はい。はい、本当に身近に。すぐにパッと増えれば、いろいろ、いろんな人たちと触れ合って、話して、そして、相手に理解してもらうことができて、自信がつきました。印象に残っていることは、海外で働いている日本人の方が結構いたりもして、その方々も英語をペラペラに話していて、で自分も将来英語を使った仕事に就ける人になりたいなと思いました。現地では現地の高校に行かせていただいて、そこで英語の授業をしたり、オーストラリアの文化を学んだりしました。ホームステイではカナダの小学校や保育園に赴任して、日本と全然違うところとかと同じところもあって、すごい楽しかったです。フィリピン人の人とか中国人とかも結構たくさんいて、すごいなんか多様化してるんだなって思いました。ですごいなんかお母さんの作ってくれる料理もすごい美味しくて、家族みんな優しくてすごい楽しくて、なんかドルの出し方、札の出し方とかコインの出し方とか分かんなかったんですけど、なんか何出したらいいよとか、なんか全部出したらこれから選ぶよみたいなことも言ってくれて、もうすごいなんか助かったし、すごい嬉しかったです。八幡平に市役所を受けて、でパスポートを取ってまた外国に今度は仕事で行けると思いますので、こつかえば自分の持ちだけどね、ぜひ頑張って、貴重な体験をさらにこう大きくしていって、どうもお疲れ様でございました。